皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の布目です。で今日なんですけど、はい、昨年もね、スポルテックっていうフィットネスとか健康フードのこう大型の、ね、イベントが東京であるんですけど、展示会ですね。そうですね、はい、今年もね、そちらのスポルテック2019にビーレジェンドブース出展させていただきます。まず去年のお話なんですけど、うん、すごく広い場所 で、うん、でいろんな各社の、ね、会社さんがこうフィットネスを盛り上げようとイベントを開催してるんですけど、すごい楽しかったですよね。そうですね、はい、すごく来場者数も多かったですよね。すごく多いです ね、はい、でそんな中でもビーレジェンドブースは一番人めっちゃ集まってて盛り上がってましたよね。そうです ね、去年もやっぱいろいろイベント目白押しで、うん、どんなことをやったかっていうと、うん、何やりましたっけ。まず普通にブースで、ビーレジェンド商品のプロテイン とあと、まあ、ちょっと季節限定のやって普段売ってない、ね、フレーバーも売ったり、はい、シークレットプロテインも売りました ね。そうですね、はい、シークレットプロテイン、スポルテック限定のシークレットプロテイン出したり、あとアパレル、アパレル、ビーレジェンドアパレル、ビーレジェンドアパレルも出してっていうのがまあ普段で、あと試飲会ですね。もう試飲をしてたくさんの方に試飲していただいて、そうですよ、コップがもう、ね、6000個近くなくなったりしたんで。6000個でしたっけね。あ、もっとありましたけどね。 でもそれぐらいですよね、3日間でね。そうそれぐらいの方に飲んでいただいて、くじ引き大盛況でしたよね。すごく大盛況でした ね。もうずっともうすごいくじ引きの列ができてできてて、僕ちょうどくじ引きの担当者で、そうですよね、ソファーさんくじ引き担当でてんやわんやでしたね。てんやわんやでしたね。今年もねやろうと思ってますんで、うん、皆さんお待ちしております、うん、で去年も、うん、マッチョ29の方に来ていただいたり、はいはいはい、あと、車椅子ウェイトリフティングの選手に来ていただいたり、あと女性のフィジークの選手、フィジークとかフィットネスビキニの、ね、うん、オールジャパンの、ね、うん、選手とか、そういうフィットネスに通じてる方にこう、ね、ブースを盛り上げてもらったかなと思ってますんで、ファンの方たちも結構来てましたもんね。そうやっぱファンの方がいるんですよ ね、はい、で今年もそういった、ね、選手にたくさんご来場いただきますんでね、早速選手の方とか紹介してもいいんですかね。今年いいですか、では発表します。まずマッチョ29の方に、はい、今年も来ていただきます。レストレポさん、レポくんかっこいい、はい、菊池さん、菊池さん、川西さん、川西さん、そして坂本さんですね、はい、あとですね、まあ、女性、あと東さん、有名なボディービルの、ね、選手ですね、はい、はい、そして女性陣がですね、はい、安森さんと藤沢さんです。では2日目7月10日、水曜日ですね、またですねマッチョ29の方、一部メンバー変わって違う方来ていただきます。はい、相澤飛鳥さん、飛鳥選手おはようございます、はい、菅原さん、はい、菊池さん、川西さん、安森さん、はい、許さん、あ、許さん、はい、オールジャパンで取ってる人ですよ、はい、有名な選手ですね、ね、で、藤沢さんです。ありがとうございます。はい。では、最終日7月11日、木曜日になります。またマッチョ29からですね、はい、相澤飛鳥さん、さん、はい、菊池さん、菊池さん、川西さん、川西さん、はい、コアラ小枯らしさん、あ、コアラさんは、コアラさん、あ、やってますよ。コアラさんはあのね、うん、最終日の、うん、午後のね2時からかな、うん、2時からのトークショーから。コアラさんがね来ていただきますんでね、うん、結構コアラさんやっぱ人気高いと思うんでね、うん、そうです、この辺14時狙って来ていただければと思います。はい、はい、そして、レストレポさん、はい、相澤飛鳥さん、さん、菊池さん、さん、川西さん、安森さん、安森さん、許さん、許さんもこの日も来てくれるんですね、はい、藤沢さんですね、はい、そうですね、の以上の方に、来ていただくことになってます。はい、豪華メンバーですね。豪華メンバーですね。もう去年も本当にこの来ていただいた方たちのおかげですごく盛り上がったので、今年も絶対盛り上がりますよね。当日ね行われるイベントとかね、その辺の詳細についてお話ししていきましょう。
はい、はい、ではですね、まず、トークショーが、はい、毎日あります。毎日、うん、1日、2回ですね、午前と午後2回に分けてあります。そうですね、はい、うん、そしてですね、今回イベントをいくつか考えているんですけれども、はい、まず一つ目のイベントがですね、B レジェンドてっぺんというイベントを用意しております。これはトレーニーにとってちょっとすごくなんかトーチに火をつけられるイベントじゃないですかね。そうですね、はい、その、うん、てっぺんの、はい、イベントはですね、3種類用意してます。3種類、はい、はい、1つ目がですね、うん、握力測定です。あ、握力測定ですね。2つ目がですね、キキプロテインです、はい、あ、なるほど。これはですね、いくつかの味のフレーバーを混ぜて飲んでいただいて、はいはい、何のフレーバーが入っているかを当てていただくっていう、もうこれは普段からね、Bレジェンド飲み慣れてる方じゃないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですけど、そうですね、ちょっと面白いなって思ってます。なるほど、 Bレジェンドソムリエが現れるかもしれない。そう、本当そうです ね、はい、はい。そして、3つ目がですね、プロテイン計測といいまして、はい、プロテインのこちらで重量を指定します、はい、何グラムかっていうのをね、そう、それを、はい、はかりを見ないで、はい、入れていただいて、ぴったりそれに、はいはい、なんか合わせる、なるほど、合わせていただくっていうので、まあ、それで一番近かった人が勝ちという、勝ち、はい、そういうルールです。で、各競技からナンバーワンを決めて、はい、優勝者には、優勝者には豪華商品をプレゼント、プレゼント、なるほど、はい。では次の、イベントがですね、はい、秋限定のフレーバーの総選挙をしたいと思っています。秋に出る商品を、そうなんです、お客さんに、はい、決めてもらうっていう、なるほど、なるほど、はい、面白いですね。3種類用意しております。3種類、そのフレーバーは言わないですよね。まだ内緒です。内緒ですね、はい、当日来た人だけが分かるという、はい、分かって飲める、飲んで、はい、で選ばれたやつだっていう、はい、なるほど、そうですね。そして次が、はい、大試飲会です。大試飲会ですね、まあ、今回ですね、まあ、コラボ商品ですねのこちらのプロテインをまあメインにですね、1日に8種類8種類ですね、はい、まあ、プロテインとまあサプリメントですね、うん、プロテインだけじゃなくってその他の商品もですねちょっと入れてで、まあ、1日8種類ぐらい試飲を常に出すようにしたいと思っています。なるほど。そしてですね、はい、去年もありましたが、はい、今年もやりますじゃんけん大会です。じゃんけん大会、これで、ね、かなり盛り上がるんですよ、うん、いつも、ね、去年ね鍵谷さんとしてましたよね。そうですね、鍵谷さんがじゃんけんして、ね、で鍵谷さんが景品ないのにまだやるぞって言って僕がてんやわんやするっていう一幕がありましたどうにかして用意するっていうなるほど、なるほど、はい、そしてですね、はい、スペシャルトークショー、トークショーですね、はい、でこのスペシャルトークショーなんですけれども、はい、初日の7月9日ですね、うん、その日は、まあ、マッチョ29の方と、うん、B レジェンド上野が、司会をさせていただきます。なるほど。そして、2日目3日目ですね、だから7月の10日と11日は鍵谷が来ますので、はい、まあ鍵谷とマッチョ29の方と、上野ですかね、うん、B レジェンド上野、上野ファンいますからね、やっぱり、うん、そうです、上野親衛隊というのがありますのでね、はい、はい、で、行います。で去年もねやらせていただいたんですけれども、B レジェンドくじ今年もやらせていただきます、1回ね500円ですね、ワンコインですね、ワンコインです、はい、で、ハズレなし、1等がね、もうWPC プロテイン1キロが当たりますんで、で、この1等のね、WPC プロテインなんですけれども、毎日当たるね、フレーバーが変わります。で、1日目がね、例えば北斗の拳種もみ風味で、2日目がまた別の全く違うプロテインになったりしますんでね、ぜひ挑戦していただければと思います。で、2等は、お試しですね、お試しパック1食ずつのやつをね、3種と、で、B レジェンドファクトっていう、B レジェンドのね、いろいろ歴史が載っている本があるんですけれども、うん、そちらと、で、通常のシェーカーですね、を詰め合わせたのが2等になります。で、3等が、プロテインウォーターですね、WPI のプロテインウォーター、1食で 20g とタンパク質が取れるペットボトルのものと、と、あとスマホリングですね、スマホの後ろにつけるスマホリングと、で、ジャンボシェーカーが3等になっております。うんうん、で4等の方が、
B レジェンドマッチョカレーですね。一食です。タンパク質 31.2g 取れる、かなりハイスペックなカレーですね。そちらにね、あのメモ帳ですね。B レジェンドメモ帳、ね、メモ帳ですね。これが、はい、4等になります。だからどれもね、あの500円以上のものにはしっかりなっておりますんでね、ぜひチャレンジしていただければと思います。チャレンジで、あの物販の方なんですけれども、で通常はのネットで購入していただいたら、例えばコラボ系のプロテインでしたらね、3200円とかになるんですけれども、今回このスポルテック会場ではね、スポルテック価格ですね、この200円を200円の端数カットして3000円で、例えば北斗の拳は3200円が3000円、ポコちゃんももう全部3000円でやらせていただきます。でもう一個お試しパックですね、あの1食ずつのお試しパックを詰め合わせた13種セットがあるんですけれども、それをねご購入いただいたお客様にはスポルテック限定のねこちらですね、こちらのトートバッグに入れてね、お試しパック13種を販売しております。でこのお試しパック通常2380円なんですよ。2380円のものがこのねトートバッグもついて13種も中に入って、あの2000円で販売させていただきますんで、これはもうあのスポルテックでしか手に入れられない商品になっておりますんで、うん、しかもあのこれね、多分スポルテック中っていろんなブースもあるといろんなものもらうじゃないですか。あ、なるほど。その時に、ね、全部ねこれに入れていただけるといいなと思って作っておりますので、うん、なるほど、はい、ぜひ。でもう一点、これをね言っちゃっていいのかわからないんですけど、いいんですか？え、うん、まあ怒られるの僕なんでいいんですけど、あの過去にね販売してたプロテインとかそういうのねあったら販売できたらいいなっていうふうに思ってるんで、ぜひね楽しみにしていただければと思います。勝手に持ってくるんですか？勝手に僕が持ち込んでいきますでもう一個個人的にすごく目玉商品だなと思ってるんですけど、あの7月からあのレジェンズっていうねアパレルラインが販売になったんですけど、これをね実際あのブースの方で手に取ってもらうことができるんで、で販売もしてるんでね、ぜひこれ僕自身でかなりデザインもかっこいいと思いますし、着心地もいいですし、すごくなんかいろんなトレーニーの人に着てほしいと思いますんでね、ぜひこうこちらも個人的におすすめの商品なんで、ぜひ来場してね手に取ってみていただければと。手触りとかね、そういうのもありますもんね。生地質とかね、すごくかっこいい、気持ちいいですもんね。気持ちいいですね、うん、はい。で今までねこうスポルテックのねいろんな情報を公開してきたんですけれども、次のね動画でもっとね重大な発表をねしたいと思っておりますんで、ぜひこう見たいっていう方はグッドボタン、まあ、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画をお楽しみに。さよなら